ニューイヤーフェスティバル、さあいよいよファイナルマッチです。タイソンさん、いよいよ登場ですよ、はい、満を持して登場です。今コールされたのは自分ですね、バイソン選手ですよね、はいはい、そしてその相手が X、はい、まだこの時点で誰かわからないわけです、はい、バイソン木村さんのテーマ曲が鳴り響きます。大阪府体第2です。バイソン木村、トンファを持って花道進んできます。怪我からの復帰、4戦目ということになります。太りましたね。そうですか。体重がややアップしたという木村さんですが、それが試合でどう生かされるか、あるいは弱点になってしまうのか。トンファーがうなります。ん、同期対決、なんと61年組の同期対決ということで、工藤めぐみがコールされました。邪道姫 JD マットにやってきました。バイソンさん、はい、この時の気持ちを教えてください。これはですね、やっぱり復帰した目的っていうのが、やっぱ同期で頑張ってる選手と当たりたいっていうのが夢だったんで、はい、まあ、これは本当に夢の、自分にとってはアスカ選手が来なかったのが嫌だったですけども、はい、やっぱりこれはラッキーなことだったなって逆に思ってますけど、そうじゃないとは対戦できなかったのでね。そうですよね、まあ、本当に急遽決まった対戦ですが、はい、当然バイソンさん戦いたかった相手。そうです、ですよね、はい、工藤めぐみ、邪道姫が JD マット見参です。バイソンと工藤です。思わぬ展開です。団体を超えたシングルマッチと目打たれました。青コーナー132パウンド FMW 工藤めぐみ、 4.29 横浜アリーナですでに引退が決定しています。工藤めぐみ、引退を前に大一番、バイソン木村と当たります。工藤めぐみ、165パウンド、 JD リアルエースバイソン、そしてバイソン木村です。思わぬ相手となりました。工藤が今日は相手です。まあ思えばバイソンさんはジャングルジャックでですね、はい、はい、86年から90年ぐらいにかけてですか、活躍しましたし、その90年という年はこれが FMW に工藤めぐみが乱入していってアウトブレイカーズ結成したという、まあ、団体は違えどそういったチームを組んで暴れ回っていた2人です。61年組、全場マットで共にデビューを果たしました工藤とバイソンです。これね、チョップね、止められると思ってませんでした。止められてしまった、力比べになっています。悔しいですね。手四つ、体格差ではバイソンが勝ります。三角飛び巻き投げに行きました。エプロンのバイソンにヒップアタック、クド、そしていきなり場外です。さあ場外になりますと、これ邪道姫のですね神髄が見られるかもしれません。椅子、椅子の上です。そして椅子を取ります。あ、初めてですね、この 1.16 の大阪大会で初めて椅子を投げていきました。はい、角ぶつけましたね。あ、角が当たってしまいましたが、工藤めぐみはですね、実はバイソンさんと戦いたいということを、この鉄柱はきついかもしれない、実は侍のニュースの中でですね、早紀江さんのコーナーがありまして、はい、あれは1月4日放送でしたかね、はい、工藤選手がゲストで出ました、はい、そして長谷川さんが VTR の中でバイソンさんにアジャコンからの手紙を渡しました、はい、早紀江さん、あれがあれで結局工藤さんは戦いたいと思ったって言ってますよね。バイソンさんと戦いたいとね。
なんか同期とねやるっていうのが全然決まってなかったらしいんですけども、はい、そういう気持ちもなかったわけじゃないんでしょうけど、はい、考えてはいなかったようなんですけど、今回は自分がもう本当にお願いしたんで、夢が一つ叶ったんですけれども、はいはい、やっぱり同期は特別なんですよね、もう団体を超えてとかじゃなくて本当に一から一緒にやってきた仲だったので、やっぱり最後こうスッキリできるっていうのはやっぱり同期と触れていたいというか、やっぱり引退近いから、やっぱりその前にぜひね、ぜひっていうか絶対にやりたかったから、やっぱ団体で違う団体で頑張ってきた分、その違う部分を学んできたから、その部分も見たい、それも知りたいっていう意味では、やっぱ試合をやるのが一番だと思ったから、だからすごいリングの中で自分たちの感情が出すぎちゃうから、うん、お客さんにしてみればなんか届かない部分もあるかもしれないんですけど、でもそれはなんかもうプロとして最低なことかもしれないけど、でもそこは勘弁してくれっていうところは多少ありますよね、自分のわがままを本当にこれは通しちゃった試合なんだけれども、私は素人ですから、その気持ちは本当に正直言ってわからない部分なんですけども、特別な思いがあるようです。工藤恵はカンドリ戦で2連敗をしました。そして引退までに3度目の決着をつけたいと、しかもストリートファイトマッチで、あるいは有志鉄線ですかね、つけたいということを言っていましたが、ここで急遽このダイソン木村という同期とぶつかったということで、まあ、これは思わぬまた引退への、まあ、花道と言っていいのか分かりませんが、はい、メモリアルになる大会と試合という形になりました。工藤選手っていうのは FMW ですごいなんかもう引退まで本当にカウントダウン始まってるんですけど、なんかかわいそうっていうイメージしかないんですよ、自分の目から見たら。なんか舌を育てるのも精一杯だけどって思うように育ってくれないって、私も引退近いして、本当はこう自分の好きなことをもうわがまま言えるだけ言ってやって、もうすっきりやめていくのが一番の形だと思うんですよ。なんか団体のためにっていうね、本当になんかすごいかわいそうなイメージがあるんですけど、でもなんかこればっかりは本当に楽しくっていうか、本当に団体のためとか何も気負わないで、レスラー工藤めぐみとしてなんかすごいリングに上がってるような気がしたんですよ。そういうのがあったのかな、そういうふうに思ってくれたらなんか嬉しいけれども、私ももう1年なんですね、役だからすごいなんか1年前を見てるような気がしたんですよ。早いね。早いですよね。61年組はアジャコンです、ね、これが見たかったんです、これが、バイソン選手、そしてコンバット豊田、コンバット豊田はすでにもう引退をしています。そして 4.29 に工藤が引退をすることがもう決定しています。場外に行きました。2回目の場外です。今度は木村さんが優勢です。椅子を持ちました。さっきのお返しですね。これは投げた、今足のあたりが当たりませんでした。あの金属のところが当たったような気がします。いいんですよ、めちゃめちゃにやるのがバイソン木村選手なんですね、はい、すね切れてくれなきゃ困るよみたいな。そうですね、切れたバイソン選手というのは本当に迫力があります。またその切れさせるのがね、同期っていうのがまたいいじゃないですか、ね、愛ですよ、愛。愛ですか。お客さんに当たってますよ。まだ場外戦が続いています。バイソンお返しの、今度はまた鉄柱攻撃です。やっぱりさっきとまた逆で、はい、そして本部席の机に乗せますね。2人机の上、白鳥が今机のあたりを押さえていました。あ、パイルドライバー、机が真っ二つにはなりませんでしたが、
逆にダメージがあるかもしれない。そして次の机を、あれ多分白鳥ですかね、ちょっと手助けをしていましたね。あ、そうですね。さあバイソンが立てかけた机に工藤を飛ばすようです。ちょっと体勢が崩れました。あ、さっきの手の字になった机が邪魔でしたか。さあ行った。さらに椅子、椅子を投げたのは3回目。これはダメージがあるでしょう。邪道姫マットの上に上げました。さあここからですね、場外でいたぶっておいてパイルドライバーまで行きます。早い早い、パイルドライバー2連発まで行きますか。3連発、3発目が一番早かった。カバーです。工藤返した。工藤は FMW において、あるいは女子マットにおいて初のストリート単価マッチ、初の団体対抗戦、初の有刺鉄線、初のノーロープ有刺鉄線、非常に初ということを果敢にやってきた選手です。旋回式ボディープレス、バイソン木村カバー、まだです。以前は女子プロレス大賞技能賞を取ったこともあります工藤めぐみ選手です。アスカは結局この会場に現れず、この工藤めぐみがバイソンの相手としてやってきた。後ろにリバーススープレックス返していきました。ファイナルマッチです。ツームストン、パイルドラバー狙いです。脳天直撃、バイソン木村、さあロープを使いますか。この体勢はムーンサルトがあるが、しかし工藤が蘇生した。そしてエプロンからキック、ハイキック、セカンドロープ使います。工藤めぐみ狙ってますよ。うかつに立つとスイング式が待っている DDT、 しかしそれを返した。バイソンが返しました。スイング式 DDT を返して固めていったんですが、あ、今のはうまかったですね。もうお二方とも画面に見てます。髪の毛を掴んで駆動を持ち上げるか。パワーボムの体勢だ。パワーボム、ダメだ。立った駆動、ラリアット、起き上がりこぼし、2発目はダメ。バックを取ったのは駆動、ジャーマンスープレックスホールド、カウントはどうだ。2です。佳境に入ってきました。 1.16 大阪府対第2ファイナルマッチです。ダイヤットは読まれた。ダブルリストアームサルト、リストを取ってカバー、ダメだ。工藤めぐみ、ファイナルマッチ10分が経過です。ロープに飛ばされた、足をキャッチ、フィッシャーマンズスープレックス、これも返しました。動きがやばいな。そうですか。あ、でもそれって2分じゃなくて気持ちが入ってると思うんですよ。パワーボム、いや本当に思います。なんか自分もなんかそんなに遅いと思ってなかった試合とかも、あ、こんなにゆっくりした試合してんだ、やっぱ気持ちが入り込んじゃってるんですよ、ね、噛み締めてんのかな。だってもしかしたら本当に最後のシングルマッチかもしれないですか。そう、それは本当に、本当にもうこの歩く一歩一歩も大切にしてると思うんですよ、絶対に。パワーボムの連打、マットの上には椅子、髪の毛をつかむ、椅子の上にパワーボム、4発目になりますか。しかも椅子の上、バイソンチャンスです。さあムーンサルトプレスに行く、しかしかわされて、その下には自分で持ってきた椅子、これは墓穴を掘ってしまいました。
DDT 飛びつきです。飛びつきの DDT、 バイソン木村、チャンスが一気にピンチです。今度は邪道姫が椅子、でも追いたたみの椅子が何脚かあったわけですね。 DDT 椅子の上、工藤カバーに行く、返したブリッジ、バイソン。工藤がそろそろ決めようということでしょう。声を上げた。そして今のはタイガードライバーか、クドメドライバーに行こうという工藤、しかしそれを返していきました。クドメドライバーは決められず、しかしまだスピニング工藤ドライバーという技もあります。ダブルリストアームサルトは返されました。工藤めぐみロープに振った、バイソンです。かかと落とし、背中のあたり、肩甲骨のあたりです。これです、スピニング工藤ドライバーに行く体勢、コンバット豊田引退試合で出した技です。それを読まれたと感じたのか変えました。しかしもう一回いきます、ヒップを落としておいてスピニング駆動ドライバー、完全な形、持ち上がる、バイソン危ない、カウントが入るぞ、スリーだ。最後はスピニング駆動ドライバーリバースゴリースペシャルボムと公式発表表記されました。以前でも工藤はこれはリバースゴリースペシャルではないと言っていましたので、スピニング駆動ドライバーと呼んでおきましょう。バイソンさん、残念でした。ただ戦えたという気持ち、そういう思いよりね、やっぱこの試合ができた、夢が叶った、一つ叶ったっていう思いの方が強かったんですね。皆さん、どうもお疲れ様でした。おそらく自然に出た言葉なんでしょう。お客さんにしてみればなんか届かない部分もあるかもしれないんですけど、でもそれはなんかもうプロとして最低なことかもしれないけど、でもそこは勘弁してくれっていうところは多少ありますよね。自分のわがままを本当にこれは通しちゃった試合なんだけれども、私は素人ですからその気持ちは本当に正直言ってわからない部分なんですけども、特別な思いがあるようです。工藤めぐみは神取戦で2連敗をしました。そして引退までに3度目の決着をつけたいと、しかもストリートファイトマッチで、あるいは有志鉄線ですかね、つけたいということを言っていましたが、ここで急遽このバイソン木村という同期とぶつかったということで、まあこれは思わぬまた引退へのまあ花道と言っていいのかは分かりませんが、はい、メモリアルになる大会と試合という形になりました。工藤選手っていうのは FMW ですごいなんかもう引退まで本当にカウントダウン始まってるんですけど、なんかかわいそうっていうイメージしかないんですよ、自分の目から見たら。なんかもう舌を育てるのも精一杯だけどって思うように育ってくれないって、私も引退近いし、で本当はこう自分の好きなことをもうわがまま言えるだけ言ってやって、もうすっきりやめていくのが一番の形だと思うんですよ。なんか団体のためにっていうね、本当になんかすごいかわいそうなイメージがあるんですけど、でもなんかこればっかりは本当に楽しくっていうか、本当に団体のためとか何も気負わないで、
レスラー工藤めぐみとしてなんかすごいリングに上がってるような気がしたんですよ、うん、そういうのがあったのかな、そういうふうに思ってくれたらなんか嬉しいけれども、私ももう1年なんですね、役だからすごいなんか1年前を見てるような気がしたんですよ、早いね、早いですよね、61年組はアジャコンです、これが見たかったんです、これがバイソン選手、そしてコンバット豊田、コンバット豊田はすでにもう引退をしています、そして 4.29 に工藤が引退をすることがもう決定しています、場外に行きました、2回目の場外です、今度は木村さんが優勢です、椅子を持ちました、さっきのお返しですね、これは投げた、今足のあたりがパイルドラバー狙いです、脳天直撃、バイソン木村、さあロープを使いますか、この体勢はムーンサルトがあるが、しかし工藤が蘇生した、そしてエプロンからキック、ハイキックセカンドロップ使います、工藤めぐみ狙ってますよ、浮かずに立つとスイング式が待っている DDT、 しかしそれを返したバイソンが返しました、スイング式 DDT を返して固めていったんですが、あ、今のはうまかったですね、もうお二方とも画面に見入っています、髪の毛を掴んで工藤を持ち上げるか、パワーボムの体勢だ、パワーボムダメだ、立った工藤ラリアット起き上がりこぼし、2発目はダメ、バックを取ったのは工藤、ジャーマンスープレックスホールド、カウントはどうだ、2です、佳境に入ってきました、 1.16 大阪府対第2ファイナルマッチです、ダイヤットは読まれた、ダブルリストアームサルト、リストを取ってカバー、ダメだ、工藤めぐみ、ファイナルマッチ10分が経過です、ロープに飛ばされた、足をキャッチ、フィッシャーマンズスープレックス、これも返しました、動きが鈍いな、そうですかあ、でもそれって鈍いんじゃなくて気持ちが入ってると思うんですよパワーボム、いや本当に思います、なんか自分もなんかそんなに遅いと思ってなかった試合とかも、うん、あ、こんなにゆっくりした試合してんだ、やっぱ気持ちが入り込んじゃってるんですよ、噛み締めてんのかな、うん、だってもしかしたら本当に最後のシングルマッチかもしれないですか、そう、それは本当に、だから本当にもうこの歩く一歩一歩も大切にしてると思うんですよ、絶対に、パワーボムの連打、マットの上には椅子、髪の毛をつかむ、椅子の上にパワーボム、4発目になりますか、しかも椅子の上、バイソンチャンスです、さあムーンサルトプレスに行く、しかしかわされて、その下には自分で持ってきた椅子、これは墓穴を掘ってしまいました、 DDT 飛びつきです、飛びつきの DDT 当たりませんでしたあの金属のところが当たったような気がします、いいんですよ、めちゃめちゃにやるのがバイソン木村選手なんですね、そうですね切れてくれなきゃ困るよみたいな、そうですね、切れたバイソン選手というのは本当に迫力があります、またその切れさせるのがね、動機っていうのがまたいいじゃないですか、ね、愛ですよ、愛、うん、愛ですか、お客さんも、お客さんに当たってますよまだ場外戦が続いています、バイソンお返しの今度また鉄柱攻撃です、やっぱりさっきとまた逆で、はい、そして本部席の机に、あ、乗せますね、2人机の上、白鳥が今机のあたりを押さえていました、あ、パイルドライバー、机が真っ二つにはなりませんでしたが、
逆にダメージがあるかもしれない。そして次の机を、あれ多分白鳥ですかね、ちょっと手助けをしていましたね。あ、そうですね。さあバイソンが立てかけた机に工藤を飛ばすようです。ん、ちょっと体勢が崩れました。あ、さっきの手の字になった机が邪魔でしたか。さあいった。んさらに椅子、椅子を投げたのは3回目。これはダメージがあるでしょう。邪道姫マットの上に上げました。さあこっからですね、場外でいたぶっておいてパイルドライバーまで行きます。早い早い、パイルドライバー2連発まで行きました。3連発、3発目が一番早かった。カバーです。工藤返した。工藤は FMW において、あるいは女子マットにおいて初のストリート単価マッチ、初の団体対抗戦、初の有刺鉄線、初のノーロープ有刺鉄線、非常に初ということを果敢にやってきた選手です。旋回式ボディープレス、バイソン木村カバー、まだです。以前は女子プロレス大賞技能賞を取ったこともあります工藤めぐみ選手です。アスカは結局この会場に現れず、この工藤めぐみがバイソンの相手としてやってきた。後ろにリバーススープレックス返していきました。ファイナルマッチです。ツームストーンニューイヤーフェスティバル、さあいよいよファイナルマッチです。バイソンさん、いよいよ登場ですよ、はい、満を持して登場です。ん、今コールされたのは自分ですね。バイソン選手ですよね、はいはい、そしてその相手が X、はい、まだこの時点で誰かわからないわけです、はい。バイソン木村さんのテーマ曲が鳴り響きます。大阪府体第2です。バイソン木村トンファを持って花道進んできます。怪我からの復帰4戦目ということになります。太りましたね。そうですか体重がややアップしたという木村さんですが、それが試合でどう生かされるか、あるいは弱点になってしまうのか。トンファーがうなります。ん、同期対決、なんと61年組の同期対決ということで、工藤めぐみがコールされました。邪道姫 JD マットにやってきました。バイソンさん、はい、この時の気持ちを教えてください。これはですね、やっぱり復帰した目的っていうのが、やっぱ同期で頑張ってる選手と当たりたいっていうのが夢だったんで、はい、いやこれは本当に夢の、自分にとってはアスカ選手が来なかったのが嫌だったですけども、はい、やっぱこれはラッキーなことだったなって逆に思ってますけど、そうじゃないとは対戦できなかったのでね。そうですよね、まあ、本当に究極決まった対戦ですが、はい、当然バイソンさん戦いたかった相手。そうです、ですよね、はい、工藤めぐみ邪道姫が JD マット見参です。バイソンと工藤です。思わぬ展開です。団体を超えたシングルマッチと目打たれました。青コーナー132パウンド FMW 工藤めぐみ 4.29 横浜アリーナですでに引退が決定しています。工藤めぐみ引退を前に大一番、バイソン木村と当たります。工藤めぐみ165パウンド JD リアルエースバイソン木村、そしてバイソン木村です。思わぬ相手となりました。
工藤が今日は相手です。まあ思えばバイソンさんはジャングルジャックでですね、はい、はい、86年から90年ぐらいにかけてですか活躍しましたし、その90年という年はこれが FMW に工藤恵が乱入していってアウトブレイカーズ結成したという、まあ、団体は違えどそういったチームを組んで暴れ回っていた2人です。61年組全場マットで共にデビューを果たしました工藤とバイソンです。これねチョップね止められると思ってませんでした。止められてしまった力比べになっています。手四つ体格差ではバイソンが勝ります。三角飛び巻き投げに行きました。エプロンのバイソンにヒップアタック、クド。そしていきなり場外です。さあ場外になりますとこれ邪道姫のですね神髄が見られるかもしれません。椅子、椅子の上です。そして椅子を取ります。あ、初めてですねこの 1.16 の大阪大会で初めて椅子を投げていきました、はい、角ぶつけましたね。あ、角が当たってしまいましたが工藤恵はですね実はバイソンさんと戦いたいということをこの鉄柱はきついかもしれない。実は侍のニュースの中でですね、はい、うん、早紀江さんのコーナーがありまして、はい、あれは1月4日放送でしたかね、はい、工藤選手がゲストで出ました、はい、そして長谷川さんが VTR の中でバイソンさんにアジャコンからの手紙を渡しました、はい、早紀江さん、あれがあれで結局工藤さんは戦いたいと思ったって言ってますよね。バイソンさんと戦いたいとね、なんか同期とねやるっていうのが全然決まってなかったらしいんですけども、はい、そういう気持ちもなかったわけじゃないんでしょうけど、はい、考えてはいなかったようなんですけど、今回は自分がもう本当にお願いしたんで、夢が一つ叶ったんですけれども、はい、まっやっぱり同期は特別なんですよね、もう団体を超えてとかじゃなくて本当に一から一緒にやってきた仲だったので、やっぱり最後こうスッキリできるっていうのはやっぱり同期と触れていたいというか、やっぱり引退近いからやっぱりその前にぜひね、ぜひっていうか絶対にやりたかったから、やっぱ団体で違う団体で頑張ってきた分その違う部分を学んできたから、その部分も見たい、それも知りたいっていう意味ではやっぱ試合をやるのが一番だと思ったから、だからすごいリングの中で自分たちの感情が出すぎちゃうから、うん、